はい、皆さんこんにちは、モロトフです。リムワールド極寒サバイバル続きをねやっていきましょうか。今ね、我々のこの冷蔵庫、こちらにね移動しようと、増やそうとねしておりますと。ここにシルバーがあるね。前回トレーダーかな。そしてこちらね、新しいモルグ、これをねこっちに全部移していきたいなということですね。さあ、ペット用のベッドができましたので、こちらねワーグ2かな、こういう感じでやっておけばいいでしょう。そしてこれ解体ですよね。そしたらばゾーニング拡張していきましょう。そしてねこちらなんですけども、備蓄ゾーンですよね、お肉ゾーンにしていかなければいけないということで、まだね死体がたくさんねあるので微妙なんですけど、こういう感じかな、よいしょと。そしてゆくゆくは向こうにねお肉たちを移したいので、ここをコピー、そしてペーストかな、こういう感じにしていきたいと思います。まだまだね外には死体だらけなんですね。さあ、ガンガン皆さんやってもらいたい。あと倉庫ですね、こちらタイルね貼っておいた方がいいと思いますので、フロアで今ね粘板岩がね非常にたくさんあると思うのでやっていこうか。よいしょと、こんな感じかな。そうするとユミさん射撃ですね。外にはさ、これね石灰岩がたくさんあるから取ってもらいたいですね。実際ちゃんと指示出しておいた方がいいのかもしれないね。というのは今ね粘板岩のブロックが異常に少ないんですよ。ピートさんね研究しに行こうということなんでしょうけど、スキャンですね。まだ待ってもらいましょうか。で、前回さ、仕事の割り当てとしてさ、こちら調教さランさんにお願いしたんだけど、やめようかな。なんでかっていうと、死体見たらランさんね気持ちがめちゃくちゃ下がるでしょう。で、死体見てもね気持ちが下がらない人っていうのがマットなので、マットをね1にしておこうかな。ただしマットのスキルは、調教スキルはね1なんですよね。これまた良くない。だから修行ねしてもらわなきゃいけないんだけど、極力ねみんなこの中入んないでくださいと。まあここら辺のね死体は全部やったのでいいんではないでしょうか。さあ、そしたらば、よしよしよし、こちらお祭りのタイミングになりましたということか。前回のトレーダーもねいなくなりましたと。お祭りのタイミングはみんながね寝静まっている頃、夜がいいんじゃないのかな。今23時でしょ。多分このタイミングはみんな集まっているからね、外に人がいないと思うんですよ。このタイミングでやりましょうか。今ねこちら囚人、ちなみにいます。囚人はさすがにね入ってこないとは思うんだけど、全員ですね。予想される品質88、いいんではないでしょうか。それでは皆さんね一気に集まってください。眠いところ申し訳ないということで、これ全員ですかね。やってた、開放的な祭りがね開催されました。皆さん何をしているのか、なんかノリノリなんだとは思うんですけども、はい、サイコスード、男にいい周波数、これプラスですね。ガンガン働いてもね、みんな気分が悪くならないということです。あ、リンさんいた。うわ、なんで？リンさんどこに行ってた？うんざりって言ってる。品質ダメだったんだ。一人参加してないんだね。うわ、これちょっとね、盲点でしたね。リンさんこんな時間にどこ行くのと思ったらば、貿易商か。やった。これはジャスパーさん眠い目をねこすりながらなんですけど、行きましょう。どん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 ね貿易ですね。リンさんどこ行くの？多分スチールをね取りに行くんだとは思うんだけど、そうですね。はい。そしたらばヨークシャーとかメヤギは我々持っているんだよな。まあメヤギ売ることはないでしょうね。メス豚なんかね発音が面白いね。メス豚です。メス豚、普通のオスは普通の豚って書いたんだけど、このね家畜たちをゲットするとさらにいいのかもしれないし、あとロバか。これ遠征するときにいいんだよな。ただね注意しなければいけないのはロバとか馬ですね。これはね草食動物なんだよな。だけど外にね遠征するときは絶対荷物ねガサバるから欲しいなとは思っているところ、ここでねいきなりねこういった食費圧迫していくのはどうなのかちょっと判断に迷いますが、とにかくね売れるものは売っておきましょう。そしてコンポーネンツゲットできるぞ。16個あるのか。これ先かなね。658ゴールドかかるんだけど、これね先にゲットしておきましょうか。先進コンポーネンツも欲しい。やばいな、これはやばいな。欲しいものだらけっていう感じがしますね。さあ、売れるものとしては布系ですけど、革系もね合わせて売らない方がいいかもしれない。スランボ一気にこれ売っちゃうとどんぐらい？わ、めちゃくちゃ高いね。スランボやっぱりめちゃくちゃ貴重だっていうことがわかります。でもこれ売っちゃうとやばい気がする。わ、医薬品もある。でも作れるよね。ジョイントがね我々ね今32個あるから、このタイミングで売っちゃいましょうかね。精神的に皆さん良いと思うんで。でペノキシリンもねもういいや売っちゃおう。
そうするとね、我々はね、657シルバー払えばいいよっていう感じになりますよね。翡翠とかはちょっと売るのはやめていて、ここら辺は向こうから買えるものでしょう。で、ニット帽とか、ここら辺は前回ね、いろいろ売っ払っちゃった系ですよね。さらに売っ払っちゃってもいいんだけど、あんまり意味ない気もするので、毒ガスパックとか全然使わないんだよな。これどうなんだろうね、売っちゃう？スモークポップパックとか全然使わないんだけど、一旦ちょっとガサバルから売っちゃいましょうかね。そうしましょう。また必要だったらね、買えばいいし拾えばいいと思うんですよ。さあ、それ以外パーカー系ですけどもいいか。このベルトいらないな。このベルトね、結構高く売れるんですね。売っちゃいましょう。あとはそれ以外はパーカー必要でしょう。ロンパースは向こうが持っているのね。お、結構高機能なシャツね、子供用のも持っているということですか。ふんふんふん。あとはベッド、これはね、売りたくないですよね。寝袋ももちろん売りたくない。おー、ダイニングチェアなんか買えるんですね。どうしようかな。あとは寝袋売りたくないということで、あんまりないね。あとさ、一人これ奴隷っていうか囚人もね、売れるんだ。このね、トレーダーは買わないけどということですね。さあ、300になったからいい感じですけど、これじゃさすがにね、豚とかね、買えないですね。ぶっちゃけロバとか欲しいんだけどな。ほんと言うとこのね、オスのね、馬とかメスの馬がついでね、欲しいんですけど、800をゲットするとなると、なかなか我々としても厳しい状況だな。スランボの顔はさすがに売れないしということで、まあこんな感じでね、一旦行きましょう。よいしょと。はい、豚か。まあでもこいつらいるからいいかね。死体処理だし、なんかあった時に一緒にね、攻撃してくれると思うんだ。だけどコントロールするにはやっぱりちゃんと服従にしなきゃいけないから、今後ねマットさんの力量がね、やっぱり試されるという状況なんでしょうか。まだねトレーダー来ればいいですけど、あとここら辺の服ね、ガンガン入れてほしいですね。皆さん寝ちゃっている系なんでしょうか。多分そうだと思う。そして我々の囚人どういう状況でしょうか。一応回復にね、向かっているぞということで、そろそろさ、ちょっと我々のチームにね、引き込む作戦取っていきましょうか。設定どんな感じなんだっけ。設定をね、早めにすればよかった。これですね、雑談と勧誘というこの選択をしておけばいいのか、それともね、一旦ね、緩和させておくのがいいのかね、敵対心を。こっちの方がいいのかな。敵対心がね、14って書いてある。意思が 1.3 ということか。意思の緩和っていうのも今後やっていかなきゃいけないのか。二つね、やれないので、一旦ね、敵対心を解くという設定にしておきましょう。さあ、お願いします。皆さん、チャカチャカ動いてください。リンさん、何にも持ってないで戻ってきちゃったけど、大丈夫なんでしょうか。そして食料は満タンですけど大丈夫なんでしょうか。そうこうしているうちにね、いっぱいね、お米とか取れている。お米はね、案外早めにね、腐らないんですね。39日ね、このまま放置してても問題ないということですね。さあ、コンポーネンツが多分ここで一気に取れ出したということだと思うんですよ。コンポーネンツの表記9ですね。うん、そうするといろいろなことができるはずなんだけど、まだちょっとやんない方がいいかな。修理なんかもね、必要ですからね。さあ、マットさん、いろいろ大変そうなんだけど、死体をちょこちょこ運搬してくれてもいいかもしんない。今回はね、がっつり死体運搬に時間を当ててもらいましょう。よいしょと。うん。食料の数今見ておこうか。結構あると思うんだね。今食料31個もね、基本的に編んで40個ぐらいかな。問題ないですね、当分作んなくても。それよりかはここね、お肉スペースにガンガン変えたいよということになります。うん。さあ、ワーグですけども、どんだけ強いのか気になるし、今のところね、我々行動をね、こうコントロールできないから、ただね、肉をね、食べているだけの動物という体になってますけども。さあ、それ以外ブロックちゃんとやってほしいけど、皆さん今は寝てるのか。そうかそうか。あとここら辺ですよね、しっかりやってほしい。そして我々ね、ここら辺もね、本当はね、囲いたい、そろそろといったとこですね。まあ、ここきっちりやってからここにね、移るっていう感じで行こうか。その方がね、良さそうですよね。と思ったら、目やぎが見ごもりましたと言っている。そしてね、通信が途絶えましたね、さっきの商人。どんどん商人来てほしいな。お金もっと欲しいんだよな。下にね、ゴールドがあるんだよな。これを取っていくっていうのもあるのかもしれないね。貴重資源ですよね。我々はゴールドどんぐらいあるかというと、結構あるんだよね。253ですね。イグアナ大群来た。うわー、これ来た。
どうなんだろうね、イグアナ大群お肉ですよね。うーん、このタイミングね、ぜひお肉は欲しいとこなんだけど下に来るんだよな。ユミさんそっち行く、リンさんユミさんか。いいですね、いい動きを2人はしてくれている。イグアナ大群どっち来る、よいしょよいしょ、こんな感じで下に行くんでなく、多分ここを通ってくるという感じかな。そしたら何人かで迎え撃ちましょうか。そもそもイグアナ肉は美味しいのか分かりませんけども、この人数結構やばいですよね。リンさんが戻ってきた、素で戻ってきちゃうんだよな。そしたらば行こうかね。今回はピートさん行こう、そしてジャスパー行こうかな、いい銃持ってそうなので。そしてマットはやめておきましょう、プリティ行きましょうかね。そしてリンさんじゃなくてユッテかな、ユッテ行くという、このチームでドズセロも行っちゃってもいいかもしれないけどね、こんなチームで行きましょう。さあ来るぞ来るぞ、ちょっと初動が遅かったかもしれないけど来ましたね。うん、計5人ぐらいでしょうか。そしてこっち側に行くのかな、気持ちなので、ここら辺で退治するっていうことかな。ユミさんも加われる、ユミさんも加われるんだったら加わってもいいかもしれないけど、ちょっと距離感ですね、距離感が微妙になりがち。結構下の方に来るかな、ここにいましょうかね。そうしておきましょう。そして目標こいつにしておけばいいかな。ユミさんもなんだったらここら辺で攻撃態勢に入ったでしょうか、反撃する可能性がねあるんで。さあそしたらユミさんちょうどいいかな、ここで射撃しておきましょう。いけ、よいしょと、ほい、やっつけた。一匹一気に狙うのはコスパが悪いのかもしれないけど、いけ、よいしょと、おいしょしょ、かなり命中率わちゃわちゃしてますね。どっち行けばいいんだみたいになってますけども、よし、どんどん行くよ。さあそしたらこいつかな、こいつ射撃いきますよ。いけ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 、ドドドドドと、はい、やれやれやれ、なかなか当たんない、おいしょ、なかなか当たんない、ちょっと遠いのか、よいしょ、当てろ当てろ、とにかく当てるんだなかなか当たんないですね。右往左往皆さんしておりますけど、はい、当たった。そしたらユミさんさらに上の方に行きましょう。こいつはもうちょっとこっち行ってもいいのかもしれないね。うん、一匹逃しそうですので、これはまずいので、ここまで来て一気にやろうかな。そしてユミさんですけど、こいつやっておきましょう。よいしょ、反撃なかなか来ないな。そうか、こういったね動物はあんまり反撃してこないのかもしれないですね。やっつけた。ユミさんどんどん行こうか。うわ、今回もお肉祭りですね。こいつやっておきましょう、多分簡単にいけそうな気がする。よしよしよし。そしたらばユミさん大忙しですね。こっちもやっておきましょう。よいしょと、はい、やっつけました。そしてさらにね、上にぐんぐんいきます。お、全員やっつけられんじゃないの、ひょっとしたらね、そんな気がする。そしてこいつですね、大群で襲いかかる我々が。さあそしたら近づきます。あ、じゃない、こいつはこうでしょう。でユミさんが近づくという判断ですね。上の方に行きましょう。なぜかプリティ上の方にいた、まあいいでしょうね、やっつけろ、よいしょよいしょ、はい、やっつけた。そしてどこにいる、ここか。ユミさん攻撃しちゃうか、多分かなりね上行っちゃうと思うんだけど、多分ここまで来たらこいつらはね解放しておきましょうか。で、ゲットしたイグアナですね、それぞれゲットしておきましょう。運搬指示をね出しておくということですね。ここもいますし、あとねここもいます。大丈夫かな、全員。ドズセロンが行くのかな、ドズセロンが取りに行くという感じで行けばいいでしょう。さあそしたら2人もうちょっと上行くね、もうちょっと上行きましょう。やったやったやった。さあ近づけ、お、ここにもいるね。微妙なとこに隠れたな。そしたらば一旦ここに来て攻撃しちゃおうかね。めちゃくちゃ近いよ、至近距離。おらおらおら、よし、やった。お、そうか、プリティがショットガンなのね、そういうことね。行こうか、よいしょと、お、微妙、すごい隠れたね。よいしょ、ショットガン、いけ、ショットガン当たんない、いけ、ドドドド、あ、いけよし、当たった。よしよしよし、やりましたね。2人ですので解放してお肉祭りね、例のお肉祭りになりました。やった、今回ね動物性タンパクめちゃくちゃ取れたね、取れましたよね。そしてピートどこに持っていくかというと、そっち持っていくの、おー、待って、こっちじゃないの普通。あ、そうか、ゾーニング的にはここさ許されてないんだ彼らね。そういうことですよね、制限ゾーンの削除をしておけばいいのかもしれないね。制限ゾーンですけど、ここね来ないでねと言ってたんですが、これを制限ゾーン増やしちゃダメですね。通常をこっちにしておくでしょ、こんな感じにしておきますと。
で、こっちがね、制限されるべきゾーンになりますので、制限ゾーン、ここですよ、ということにしておきましょう。動物の死体がここに入ることになっているんだ。そうなんだ。もう一回見ていこうか。動物の死体、入っちゃいますね。こっちだよね、入るべきは。そうだね。うん。そしたら、ピートさんが戻すということで、運搬です。あ、みんなやめて、やめて。ここでいきなり放置するのはやめてもらっていいですかね。よいしょと、こんな感じかな。あと、ここに置きっぱなしにするのもやめてほしい。さあ、ユミさん何も持ってこないんだけど、大丈夫？イグアナ禁止されている。え、持っていけないのかな？運搬できるね。こいつなんか持っていけないの？あ、持っていけないですね。こいつもね、最近倒したから持っていけなかったということみたいです。まだまだね、イグアナ残っているけど、いいんじゃないかな。無理やり解体なんか、ほんとしなくていいと思う。下にね、持っていけばいいんだけど、一気にね、めちゃくちゃいろんな死体を見るというね、感じになっちゃっていると思います。さあ、そしたら感知した。とうとう感知ですね。そしてこちらね、医療用ベッドじゃなくしておきましょう。出ていっちゃうんじゃないのこれ。大丈夫？君は出ていっちゃダメだからね。かなり狭いんだけど、気分的にはどんな感じなんでしょうかこの方。左目が重装痕があるのか、視野がやばいのか、そうかそうか、なんとか仲間にね、なってほしいんですけど、お、敵対心がややね、少なくなってきている気がする。意思は低いのか高いのかわかんないけど、これさ、普通に勧誘をすれば、いろんな気持ちも下がっていくんでしょうかね、もうちょっとしたら勧誘モードにしてみましょうかね。さあ、マットさんですけど、食料大丈夫かな？改めて見ていきましょう。19ね。かなり減ってきたけど、まあいいでしょう。家用もね、作っているのか。医薬品が今ないのが結構問題だよということで。ランさん何作ってる？あ、いいね。これさ、軍用ライフル1個持ってもらえればね、スランボとかさらにね、簡単に倒せるようになるので、ぜひやってもらいましょう。もうちょっとね、囚人部屋大きくしたいんだけど、後ろはね、深緑ということでね、あんまりね、掘っていくとアリさんが出ちゃうんだよな。うん。ここら辺早めに取っておかないと野生動物に食われるぞと思うんですけども、野生動物は今のところいないのか。とはいえ、ピートさんとかね、ユミさんとか取りに行ってもらおうか。劣化しちゃうんですよね。ここにもいるな。チャーミーお願いしておこうかな。チャーミーやる？大丈夫？ちょっと指示出しておく。もう一回ね、チャーミーお願いします。やった、めちゃくちゃお肉取れた、イグアナさん。ふんふんふん。下にね、基本的にイグアナさんが凍ってね、入っているという状態ですね。お、死体から、どっかから死体ゲットしてきたぞ。ここら辺に死体があるのか。あれ、大丈夫？あ、なにこれ、これあれ、これ昔ここに置いておこうよって言ったね、ゾーンなのかもしれない。このゾーンもういらないですね。切っておきましょう。多分これ固まっているから、こっちにね、持ってきちゃってもいいはず。ワーグさんたちはお肉ちゃんと食べているんでしょうか。よく見るとね、欠損するんだよね。頭だけになっちゃったりとか。うん。あとさ、クーラーがさ、これ一気でこれ十分なのかっていうのがちょっと怖いんだよな。ひょっとしたらもう一個クーラーここら辺にやってあげるとよりね、確実なのかもしれない。どんぐらいの広さがいいのか。とはいえね、今夏ですから、最高気温としては今なんだよな。今がね、マイナス7になっているならば問題ないのかもしれないですね。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。順調ですよね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.